つになっても老けずに若々しくありたいというのは人類共通の願い。でもアンチエイジングのために高級な化粧品を買ったりジムやエステ通いをするのはハードルが高いとお考えの人は多いでしょう。老化というと容姿などの見た目だけを気にしている人は多いですが、老化はまず体の内側から進行するものです。そして老化の一番の原因は体内細胞が酸化すること。体内細胞が酸化することで血管は硬くなり、筋肉や骨が衰えて姿勢が悪くなります。姿勢だけでも驚くほど老けて見える印象を与えたり、生活習慣病のリスクは高まります。それでは老けない人になるにはどんな対策をすればよいのでしょうか。食生活は老化防止、アンチエイジングに直結しています。そこで今回の動画では体内細胞の酸化を防ぐのに有効な日頃からできる食生活を8つご紹介します。知ってる人はやっている老けない食生活8選。老化防止、アンチエイジングに良い食品や習慣とは。よくお茶を飲む。十分な水分摂取は健康の鍵ですが、そんな中でもおすすめは緑茶。緑茶には抗酸化作用の強いカテキンやビタミン C を多く含み、体内のタンパク質や酵素の働きを活発にします。たくさん緑茶を飲む人はがんや糖尿病などのリスクが低下するという研究結果もあるほどです。カテキンは摂取後24時間以内に体外へ排出されるため、こまめに飲む習慣をつけましょう。味噌汁を毎日飲む。発酵食品は雑菌の繁殖を抑えるほどの抗酸化力を持ち、摂取することで体の免疫力を高める作用があります。そこで毎日の食事に簡単に取り入れやすいのが味噌汁。味噌にはアミノ酸やビタミンなどの栄養が豊富に含まれており、熟成期間が長いものほど抗酸化力が強いため、味噌は長期熟成タイプを選びましょう。同じく発酵食品である鰹節で出汁を取ると、さらに効果はアップします。大豆の加工食品を食べる。加齢とともに髪の毛のツヤや肌の張りが失われていくのは、エストロゲンという女性ホルモンの分泌が減少するから。大豆に含まれるイソフラボンはエストロゲンとよく似た働きをするため、そこで積極的に食べたいのが大豆食品。納豆や豆腐などを食べることで減少していくエストロゲンの働きを助けます。豆腐や味噌汁の具にもちょうど良いですね。おやつは噛み応えのあるもの。若い時に比べ中高年は代謝が下がっていますので、食べる量は腹8分目が理想。そこで小腹が空いた時のおやつにはスルメや昆布など噛み応えのあるものを選びましょう。よく噛むことにより脳の満腹中枢は刺激され、食欲を抑えることができます。コンビニ菓子やスイーツなど高カロリーで噛み応えのないものはなるべく避けましょう。野菜、果物の皮は剥かない。野菜や果物の栄養素は実は皮に多く含まれていることはご存知ですか？リンゴなどの果物の皮には紫外線から身を守るため、強力な抗酸化作用を持つポリフェノールが豊富に含まれます。人参やごぼうなどの根菜類にも β カロテンやサポニンなどの栄養分が皮に多く含まれています。皮は剥かずに表面をきれいに洗い、風味や歯ごたえも一緒に味わうのがベストですね。豆やごまは白より黒を。例えば糖類に含まれるポリフェノールは動脈硬化を防ぎ、中性脂肪などを排除してくれる作用があります。しかし実は白い豆より黒糖や金時豆のような濃い色の方がポリフェノールが豊富なのです。黒ごまにも白ごまには含まれない栄養素アントシアニンを豊富に含みます。他にも緑黄色野菜などに含まれるカロテノイドという色素も抗酸化作用があるのです。食材を選ぶときは色の濃さを基準にして、色が濃いほどその力が強くなることを覚えておきましょう。ナッツを食べる。大事な種子を守るためナッツ類には多くの抗酸化物質を含みます。例えばアーモンドは抗酸化力の強いオレイン酸やビタミン E が多く含み、肌の張りやくすみを防ぐ効果があります。しかしナッツ類はカロリーが高いので食べ過ぎには注意。間食に数粒食べるだけでも十分効果が期待できます。また塩などで味付けしたものよりも素焼きのものの方がヘルシーですよ。ハーブやスパイスを使う。スパイスやハーブは腐敗防止のために使用されるほどの強力な抗酸化食品です。例えばよくカレーに使用されるターメリック、ウコンはポリフェノールの一種であるクルクミンを含み、
強力な抗酸化作用を持っています。スパイスやハーブを上手に取り入れるには、インドカレーのようなスパイスをたくさん使用する料理がおすすめです。普段の料理にも意識して取り入れてみてはいかがでしょう。いかがでしたでしょうか。食事は体を作る一番大事な要素、上手に取り入れていつまでも若々しくありたいですね。少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。